いよいよ待望の赤ちゃんとの暮らしがスタートします。赤ちゃんの成長は個人差がとてもありますが、泣くことでお腹が空いたり眠かったり、いろいろな気持ちを表します。思っていたよりも寝なかったり、抱っこしていないと泣いたりもするので、退院して間もなくの頃は大変だなと思うママが多いです。パパは早めに帰宅するようにして、ママの話を聞くようにしましょう。また家事をしたり、赤ちゃんに関わってあげることも良いでしょう。誠が生まれてから病院にいる間は先生や看護師さんに見ていただいていたから安心してたけど、家では寝たと思ったらすぐに授乳だし、全然眠れなくて体はもうフラフラ。ママの心と体が不安定になるこの時期はパパの頑張り時だよね。そうそう。そうしたらパパが赤ちゃんのおむつ替えをしたり、率先して家事をするのがママにとってはいいのかな。そうね、それも嬉しいけれど、パパだって仕事が忙しかったりして難しいことだってあるわよね。ママとちゃんと向き合って話を聞いてくれるだけでも、ママの気持ちはとっても楽になるのよ。耳が痛い。産後のママは睡眠不足と急激なホルモンの変化で気持ちが不安定になりがち。ちょっとしたことで悲しくなったり憂鬱になったりすることがあります。これをマタニティブルーズと言います。パパは赤ちゃんを産んだ後のママの心がとてもデリケートであることを十分理解して、いたわりの気持ちを持ってママに関わってほしいと思います。生後3ヶ月から4ヶ月頃になると、ようやく首が座り、あーうーといった喃語もしっかり話すようになります。パパやママに反応してもらえると赤ちゃんも嬉しい気持ちになりますので、声をかけたりあやしてあげると良いでしょう。夜も寝れなくなるでしょうし、でも仕事には行かなきゃいけないし、で嫁もやっぱ一日中いるからきっとそういうのでストレスになるだろうし、なるべくちょっと外に出したりとかっていうのは考えてましたけど。子育てで一生いっぱいいっぱいっていう感じでしたよね。疲れてましたし、常に沐浴とかはやりましたかね。大体保健相談所とかで聞いた話については、沐浴の練習したりとか、そういうのは、やるんだろうなと思ってやってたんですけどね。どっちかというとこう家事育児とかってママにこう任せ気味なとこがあったりはするので、なんかその家事育児に対してもまずこう自分自身のこう自主性というか、まず自分で一人でやるっていう風な目線で捉えて取り組むようにして、でママがやってくれてるってことに対しては自分ができないことをこうサポートしてくれてるみたいな感じでやると、ちょっとやってくれたことでもやっぱその感謝の言葉というか、やってくれてありがとうっていうになってくるので、それ以降は特にその自分が家事育児に対して自主性を重んじるってところはなんか意識するようになりましたね。2人の関係はやっぱ話す話題の中心が子供をに絡んだことが圧倒的に多くなりましたね。やっぱ産むのは奥様だし、最初はやっぱりその授乳したりとか、うんぬんっていうのは圧倒的に、ね、女性の方がやられることが多いと思うんですね。役割的にもそうだと思うし、でやっぱ旦那さん一番何ができるかなって思った時には話を聞いてあげることだと思うんですね。一番簡単だし、その一番やりやすいことだし、いろいろこうね、掃除やった方がいいよとか、家事を分業した方がいいよとかっていうのは、それは結果としてそうなればいいんですけれど、一番簡単なのはやっぱりその話を聞いてあげることだし、愚痴を聞いてあげることだしっていう、でそのやっぱストレスをね、ためないようにしてあげることっていうのが一番シンプルで、まず入り口としてはやりやすいことかなっていうふうには思いますね。誠はママが抱っこしないとすぐに泣いちゃうから、とにかく接し方がわからなくて困ったんだよな。そうそう。でもパパがミルクを作って飲ませてくれたり、お風呂に入れたりしているうちに、少しずつパパにも懐くようになったんだよね。それで僕もパパになったんだなって、少しずつ実感が出てきてね。それに子育ての本を読んだり、保健相談所の電話相談を利用したりして、いろいろ勉強したんだよ。えらい。
ママの体調や赤ちゃんの成長、発育、健康に関することなど、子育てについて困ったこと、心配なことがあったときは、お住まいの地域の担当の保健相談所にお電話ください。相談は保健師、栄養士、歯科衛生士が担当します。生後4ヶ月までに赤ちゃんが生まれたすべての家庭を助産師、保健師が訪問し、赤ちゃんとママの健康状態や生活の様子を伺います。育児や産後の心と体の悩みや不安など何でもご相談ください。子育て支援に関するサービスの紹介なども行います。保健相談所では乳幼児と保護者を対象に、身長・体重測定のほかに育児相談、栄養相談、歯科相談に応じる育児栄養歯科相談の事業をしています。各保健相談所で行われていて、保健師や管理栄養士、歯科衛生士が相談にあたります。